パンジーはスミレかスミレ属の小型の園芸植物の一種。スミレもしくは三色スミレから分化したものと考えられ、三色スミレのアシュビオラトリコロールホーテンシスとされることがある。しかし、園芸上用いられる品種は交雑と交配が進んだものであり、学名をビオラウィトロッキーアナとして表している。パンジーという名前はこのパンジーの他にもこれに似ている。 野生のスミレ属の花を刺す時にも使われている。ただし、ヨーロッパでは、ハーツィーズと呼ばれることもある。また、ハエドクソウカミゾホウズキ属のパンジーモンキーフラワーのように全く関係のない植物も花の形や、花弁の模様が似ているため、パンジーと呼ばれることもある。小型のパンジーをビオラということもあるが、学名のビオラは、スミレ属のことである。1800年代に、 北欧でアマチュアの演芸家が大きく鮮やかな群生のスミレを作るために野生の三色スミレと野生スミレビオラルテア、さらに均等のスミレビオラアルタイカを交配して生まれた。1820年代から1830年代に膨大な交配が行われた。結果、有名な品種は非常に大衆的なものとなっていた。1835年までには400品種が、 存在しており、1841年までには、パンジーは、干渉植物として親しまれるようになった。イギリスではフローリストたちによって育種され、1813年にトムスンが改良を始めたとされる。そして、ショーパンジーが生まれた。しかし19世紀半ばには、ヨーロッパ大陸生まれのファンシーパンジーに地位を取って、変わられた。これは最初ベルディパンジーと呼ばれていたが、後に、 スコットランドで改良が行われた。ビクトリア時代に低コストな鉄が入手可能になったことから温室が爆発的に普及し、その結果現在園芸家たちに知られている鮮やかな花が生まれた。パンジーを低木や寒木の下に植えると生物マルチのような雑草を抑制する効果が得られる。寒冷地では春に暖かい地方では冬から開花が始まる。 このため花屋では寒さに強い植物として販売されることが多い。パンジーはしばしばアリッサムと混色される。これはこの組み合わせが色彩的に魅力的であるともに同時に開花するためである。パンジーはエディブルフラワーとして食用にしたり、焙煎剤で処理した織物を染めるために使われていたこともある。パンジーは後輩が進み、黄金、オレンジ、赤、紫。 青紫、白青、墨色、黒、複数色の混合など多彩な色彩を持っている。パンジーは日当たりがいいところでよく成長する。パンジーは非常に丈夫な植物で、高節で株が雪に埋まっても低温で凍結しても株、茎、葉、花は損傷せず、雪や凍結が溶けた後は植物の活動を再開する。 パンジーは秋巻きの一年草であり、通常、ライフサイクルの完結には足掛け2年を要する。1年目に青葉を茂らせて、冬を越し、2年目に花見をつけた後に越しする。開花期は10月から5月である。寒冷地では多年草だが、日本の多くの地域では夏の気候が暑すぎるため枯れてしまう。ほとんどの園芸家は、ホームセンターなどで苗の状態で購入し、 庭に移植する。こぼれ種でも自然に増える。パンジーはわずかに重なった2枚の上側の花びら、2枚の脇の花びら、下側3枚の花びらが結合する髭、及びわずかな切れ込みを持つ1枚の下側の花びらからなる。この項目は英語版の直訳で日本語の病名とは異なる。また、これらの多くは日本では発生していない。 21種の栽培品種を持つユニバーサルプラスシリーズがオレンジと黒以外のすべてのパンジーの色をカバーしている。パンジーなどスミレの仲間は秋巻きの草花の中では比較的発芽適温が低いので10月に入ってから巻かないとよく発芽しない。年内に開花させたい場合は冷蔵庫の野菜室に保管しておき8月末に朝鉢に丁寧に巻き 風通しの良い日陰に置いて管理する。悲願頃までは病気が出やすいので、なるべく涼しい日陰に置き、本場が出てきたら一度刈り植えし、10月に定食すると、11月中旬頃から花を楽しむことができる。涼しくなると、非常に元気が良くなるので、あとはなるべく日当たりの良い、やや重い土に植える。花が人間の顔に似て、8月には深く試作に吹けるかの、 ように前に傾くところから、フランス語の思想を意味する単語パンセにちなんで、パンジーと名付けられた。このその由来のために、パンジーは長い間自由思想のシンボルだった。また、アメリカ非宗教組合の文学で用いられていた。パンジーは2世紀にわたって意図的に野草を掛け合わせて作られたことから、人道主義者たちもまたこのシンボルを好んだ。心境からの自由連盟は、 パンジーのシンボルをエリピンや文学で広範囲に用いた。エリザベス朝時代から現在に至るまで、英語のパンジーは女みたいな男、めめしい男、転じて男性同性愛者を意味し、男らしくない、勇気がないという意味で男性を侮辱する時の呼称としても使われる。ポンセという単語はパンジーから来ているが、現在で言う売春婦から背びりとる男という意味は、 元々はなかった。一方、ポンシーは現在でも女みたいなやつという意味である。パンジーはパンシーへとも綴られ、女性の名前として用いられることがある。ハリー・ポッターシリーズではパンジー・パー・アーキンソンという登場人物が出てくる。ウィリアム・シェイクスピアの夏の夜の夢では、パンジーの花から絞った汁が愛の妙薬として用いられている。ハムレットにもオフィーリアのセリフの中に、 パンジーが登場する。しかし、シェイクスピアが生きていた時代は、パンジーの後輩が行われるよりも、はるかに前であるため、シェイクスピアの作品中のパンジーは、英語で、ハーツィスと呼ばれる三色スミレのことを指している。1827年、ピエール・ジョゼフル・ドゥー,ーテが、絵画、パンジーの花束を制作。1926年、ジョージアオ・オキーフが一輪の黒いパンジーを描いた。 パンジーを制作。引き続き1927年には白いパンジーを制作。D.H. ローレンスはパンジーという大の刺繍を描いている。パンジーは刺繍から陶芸までのアーツクラフトで好んで用いられるイメージでもある。パンジーディビジョンという名前のクイアコアの音楽バンドが存在する。日本工業企画では実寛容式名として渦のように定義されている。 ありがとうございます。